観光情報番組読みたんラジオ。スタート。2014年1月7日火曜日、時刻は午前9時になりました。観光情報番組読谷ラジオ、本日は前川あやみが1時間お届けしてまいります。 FM 読谷、そして読谷ラジオをお聞きの皆様、おはようございます。さあ、昨日はですね、私とまさや様お正月休みということで、はい、スタッフピンチヒッターということで、ミキサーに社長と、そしてレイコさんがね、読谷ラジオをお届けしてくださったわけなんですけれども、はい、皆様昨日もね聞いていただけましたでしょうか。そして今日からまたね、しっかり皆様に読谷情報を私と、そして比嘉雅也さんの方でお届けしてまいりますので、引き続き2014年も読谷ラジオをどうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日は1月7日ということで、ね、昨日1月6日月曜日からお仕事、八福市だったりですね、学校も始まったっていう皆様ね、地域の方々多いと思いますけれども、はい、ね、休み明けのちょっとだるい感じもあったのかな。でもね、新年ということでまた爽やかに、ね、気持ち新たにスタートしたよっていう方も多いと思いますけれども、はい、休み明けと、それからまた新しくね、日常が始まるということで、体調なども皆様お気をつけいただければと思います。さあ、今日ね1月7日ね、もういろんなねラジオで、そしてイモーニングの方でもみゆきさんからも紹介がありましたけれども、七草粥をね今日はいただくということで、楽しむ日となっております。セリ、ナズナ、母子草、ハコベ、タビラコ、カブ、大根のね7種類の、はい、春の七草と言われている七草をこうふんだんに盛り込んだ、まあ、おかゆを、ね、いただく。そしてお正月などでね、いろんなお正月料理を食べて、ね、胃を、ね、休ますためにもこの七草がゆをいただくという、そんな気になっております。沖縄の方はどうなんでしょうね。こう、私は個人的にあまりちょっと馴染みがないんですよね、七草がゆっていうのが。はい、今このラジオを聞いているね、本土からいらしてる方なんかはもう七草がゆはこの1年の初めの、まあ、この日のねいただく食事としては普通なんですかね。うん、そこら辺もまたね、ちょっと沖縄に馴染みがあるないとかね、本土ならではとかもあると思いますけれども、はい、それぞれのまた家庭のね七草がゆもあると思いますね。さあ、まあそういったところも、ね、食文化も、ね、合わせて、こう本土からいらした方はここ沖縄県、そして読谷村でいろんな、ね、カルチャーショックというか、はい、いろいろあると思いますけれども、はい、ぜひぜひまたこのラジオを聞いて、ね、何かカルチャーショックだとか、もう喋りの訛りからも、ね、いろいろと違いがあると思いますけれども、そういったのも含めて楽しみながら観光情報番組読谷ラジオを楽しんでいただければなと思います。さあ、今日も10時までの約1時間となっておりますけれども、ラジオに合わせてネット動画、ね、ユーストリームでも、このラジオの様子を配信いたしますので、ネット環境をスマートフォンをお持ちの方は FM 読谷と、あ、今ねホームページがねちょっと調子が悪いかもしれないですね。一応ユーストリームの、はい、ページからFM 読谷という感じでキーワードを検索していただきますと見ることは可能ですのでね、ぜひぜひそちらも合わせて見れる方は見て聞いて楽しんでいただきたいと思います。
今日も1時間ね、10時までの1時間です。読谷ラジオ、前川由美がお届けしてまいります。お付き合いよろしくお願いいたします。情報番組読谷ラジオ、後ろに流れておりますのはワムで Wake me up before you go go Wake me up before you go go、はい、お届けしております。ノリノリですね、はい、こちらを聞くと読谷に行きたくなるかなと思ってね、皆様にお届けしております。あと少し皆様、ね、お聞きください。本日のこっていうさ、本日の読谷ラジオドライビングナンバーをお届けいたしましたのは、ワムで Wake me up before you go go お届けいたしました。さあ、ここでですね、先ほどね、オープニングトークの方で皆様に今日は七草ね、がゆの日だよということで春の七草紹介したわけなんですけれども、私はですね、あまり皆さんにこう行き渡ってないような名前で、別名で紹介をしていたようなので、改めてご紹介いたしましょうね。セリ、ナズナ、五行、箱べら、仏の座、スズナ、スズシロの、この7種だそうでございます。いや、私も勉強になりました。はい、今日はですね、夜の、ね、ディナーの食卓にはぜひ読谷村でお野菜をね、手に入れていただいて、まあ、七草揃わずともね、少しでも読谷村のお野菜と一緒に七草がゆ風でね、楽しんでいただければと思います。
康情報番組読谷ラジオ、時刻は9時12分に間もなくなろうとしております。ここで本日のお天気情報を皆様にお届けいたしましょう。1月7日午前5時、沖縄気象台発表の天気予報でございます。本日ですね、読谷村がございます本島中南部、お天気は曇りのち、いえ違いますね、晴れのち曇りと出ております。はい、晴れのち曇り、風は東の風で、海の、ね、こう波が 1.5 メートルとなっておりますよ。降水確率は夕方6時までは 20%、 そして夕方6時から深夜0時にかけてさらに低くなって 10% と、今日は雨の心配はなさそうですね。はい、そして日中の最高気温21度となっております。今週はですね、もうだいたい21度から3度の間をね、まあ行き来する感じで、そこまで冷え込む感じではなさそうですけれどもね。ただ、海岸の方では、沿岸の方では波が今週はねちょっと高めになっているということなので、ね、海の方にお出かけになる方、海の方で仕事をされている方は十分に気をつけていただきたいと思います。そして空気も乾燥しておりますので、火の取り扱いなどには十分ご注意いただきたいと思います。以上、本日のお天気情報をお届けいたしました。観光情報番組読谷ラジオをお届けしております。この後、ね、10時までの1時間なんですけれども、 CM 挟みまして、読谷なんでも調査団、今日はですね、読谷村といえばもうこちらはね行ってほしいというお食事どころ、金乳そばのご紹介をいたしますよ。さあ、その他ですね、イベント情報だったりだとか、他のねお食事どころ情報もいろいろとご紹介いたしますので、今日のランチは読谷村でね、いろいろ迷って選んでみてください。この後 CM の後もね、まだまだ続きます。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課他各社の提供でお送りいたします。さあ、本スタジオを飛び出しまして、本日サテライトスタジオから読谷ラジオをお届けしております。外のねお天気は晴れでございますね。皆様がいるところはいかがでしょうか。この後メールアドレスご紹介いたしますので、皆様からのメッセージもお待ちしております。読谷ラジオです。
行くぞ、読谷観光情報番組、聞けばわかるさ、ありがとう。さあ、観光情報番組読谷ラジオ9時からスタートしております。 CM 明けて時刻は9時18分、まもなく19分になろうとしておりますけれども、皆様どちらでこのラジオを聞いておりますでしょうか。さあ、皆様からのメッセージもお待ちしているわけなんですけれども、どうせだったらですね、皆様に、聞いてくださっている皆様にありがとうございますの気持ちを込めまして、リスナープレゼントがございますので、そちらと合わせてメッセージと一緒にご応募いただければと思います。まずはこちらからご紹介いたしましょう。ごちそうや様々よりリスナー特典情報をお届けいたします。こちら読谷村のウフ堂という場所にございます居酒屋ごちそうや様々、オレンジとね、赤色の看板と建物でとても目立つ居酒屋なんですけれども、そちらですね、ランチも、はい、営業しております。そしてもちろん夜は居酒屋としてね、オープンしているわけなんですけれども、ランチも1月6日からまた、新年営業スタートしていますので、今日ももちろん空いています。さあ、そこでですね、観光情報番組読谷ラジオを聞いて入店時にキーワードを言っていただくだけで、ビール麦職人か各種カクテル類、中杯各種、ハイボール各種、もしくはソフトドリンクのどちらか一杯を無料で提供いたします。さらにお子様連れの方はお子様限定でデザートのサービスもいたしますよ。さあ、入店時に店員さんに伝えるキーワードこちらでございます。年末年始も営業しております、様々、年末年始も営業しております、様々ということで、はい、ぜひぜひこちらのキーワードを伝えていただいて、サービスご活用ください。はい、さあ、続きましてリスナープレゼントございます。沖縄コカ・コーラから沖縄限定でオリジナルデザイン缶3本を1セットにした商品を2名様にプレゼントいたします。応募方法はですね、メールか電話にて行いますよ。その際プレゼント希望とお伝えください。さあ、メールアドレスね、後ほどご紹介いたしますけれども、もう一つございますリスナープレゼント、こちらはですね、沖縄ハム総合食品株式会社さんからでございます。沖縄の郷土料理豆腐用に使われている鮮やかな紅色をした食品原料、紅麹を使用した製品となっております。その紅麹の中にひじきともずくだとか耳がだとかですね、はい、なんか沖縄を感じるような具材が盛り込まれておりますので、こちら、お父さんたちのね、お酒のおつまみだったり、ほかほかご飯のお供にぴったりの一品となっております。こちらを3名様にプレゼントいたします。ふるってご応募ください。応募方法は、メールか電話にて行います。まずはメールアドレスご紹介いたしましょう。よろしいでしょうか。はい、すべて小文字です。FM 数字の786 @fmyomitan.co.jp、 そして電話番号でも受け付けておりますよ。電話番号ですね、こちら 098-958-7860 FM 読谷までお電話ください。その際にお名前とご連絡先忘れずにお伝えください。そしてメッセージも添えていただければ嬉しいですよ。皆様からのご応募お待ちしております。
読みたん、なんでも調査団。さあ、観光情報番組読みたんラジオ、時刻は9時23分にあと5秒でなろうとしております。本日の読みたんなんでも調査団、さあ読みたん村にはですね、大鳥マップというね、コアでディープな情報がゲットできる、観光にいらしてる方には絶対に手に入れてほしい地図があるわけなんですけれども、その中のお食事どころご紹介いたします。今日はですね、読谷村の木名にございます2つの顔を持つお店、金乳そばのご紹介いたします。さあ本日は読谷村のお食事どころ、こちらをご紹介いたします。早速ですね、オーナーさんからお店のお名前と、そしてお店の説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。金乳そばの、店主の金城滝郎と言います。場所はですね、58号線の旧道、木名番所道の駅の前にあります。営業時間が朝の11時から、15時まで、日曜日だけ、16時まで、夕方4時までやっております。うちの特徴としてはですね、生麺でそばを提供しておりますので、普段食べれないそば、をですね、皆様に提供しております。おそらく記憶の残る一杯になると思いますので、ぜひお待ちしております。ちなみに滝郎さん、創業して何年目でしょうか？はい、2008年に、始まりましたので、だいたい6年ぐらいになりますね。ちなみに、お店のところにはですね、駐車場なんかはありますか？はい、木名番所道の駅というですね、休憩所だけの駐車場がありまして、そちらの公共駐車場に停めていただければ大丈夫ですので、よろしくお願いします。さあ、読谷村にございますお食事どころ、金乳そば、どんなメニューが楽しめるんでしょうか？店主の金城滝郎さんに伺ってみたいと思います。滝郎さん、よろしくお願いします。はい、商品はですね、うちの特徴としては、沖縄そばの生麺を提供しているということで、ご来店されたお客様はとてもこのもちもち感のある生麺、それとあの地元の食材を使ったですね、あのそら豆味噌、読谷は味噌どころでそら豆味噌の産地なんですけども、その味噌を使ったあのソーキ丼などですね、あの地元食材を使ったおそばとして、楽しむことができるので、ぜひあの地域の、 あの風土を感じてもらえるような、お食事をしてもらえたらなと思っております。さあ、読谷村にございますお食事どころ、金乳そば、はい、いつもどういった思いで、メニューを、ね、お食事を提供しているのでしょうか？店主の金城滝郎さんに伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、金城滝郎です。お店に来てですね、従業員の T シャツを見てもらうと分かると思うんですけど、胸にですね、ぬち薬と書いてあります。ぬち薬は命の薬ですね。で、背中にはですね、沖縄そば革命、命が喜ぶ一杯を沖縄そば革命と書いてあるんですけど、やっぱりいいものをですね、栄養のあって、天然のものを食べてもらいたいという思いでですね、生麺を通した、本当に体にいい安心な一杯を提供しておりますので、よろしくお願いします。さあ、金乳そばへ。さあ、本日の読谷なんでも調査団、ね、お届けいたしましたのは、読谷村の木名という場所にございます2つの顔を持つお店、金乳そばでございます。2つの顔を持つお店というのはですね、はい、また夜にはお店の名前がガラリと変わって、はい、炭火焼き鳥のお店になるんですよね。はい、楽しめるね、顔が2つあるっていいですよね。ぜひ、はい、訪れてみてください。近くにはですね、読谷村にね、来たらまずは訪れてほしい場所、ね、観光案内所の木名番所という場所がございます。はい、無料駐車場も完備されておりますので、そしてお手洗いなんかもございますので、はい、ドライブの途中で立ち寄っていただいて、木名番所の方もぜひぜひ立ち寄るのをお忘れなく。
はい、そちらですね、タッチパネルだったり、まあ、パンフレット類だったり、さらにはですね、直接ね、会話が交わせる、ね、あの観光案内人も常駐しておりますので、読谷村の、ね、まあ、観光を知りたいっていう方はもう鬼那番所は絶対欠かせないですね、はい、土日も平日も含めて年中無休で空いておりますので、レンタカーでお越しになられる方もぜひぜひそちら訪れてみてください。さあということでね、鬼那番所と金乳そばのご紹介いたしました。ちなみにですね、私は金乳そばで先日ランチをいただいた時にですね、三枚肉かな、なんかね、お肉をね、ボロボロに崩して、でご飯と混ぜて甘辛いタレでね、はい、混ぜた混ぜご飯あったんですけれども、超美味しかったんですよ。そちら食べていただきたいですね、ぜひぜひ。はい、観光にいらしてる方、今日のランチは金乳そばで決まりですね。はい、ということで本日の読谷なんでも調査団お届けいたしました。ねえ、何して遊ぶ？何がいい？じゃあ缶蹴りしようぜ。やだやだやだ。じゃあ何すんだよ。ラジオ何聞くの？読みラジだよ。何それ、読みラジ？観光情報番組読谷ラジオ知らないの？マジ今から聞く観光情報番組読谷ラジオ。
光情報番組読谷ラジオ9時からスタートしております。 CM 明けて時刻は9時32分となっております。さあ皆様どちらでこのラジオ聞かれておりますでしょうか。なんだかもう今日は太陽も出てね、あったかくてなんか気持ちいいですね。はい、ドライブなどね、安全運転でお楽しみください。そして読谷村に寄るのもお忘れなくということで、さあこの時間は読谷村商工観光課よりね、スタッフ入っていただいて一緒に番組をお届けしてまいります。じゃ早速お声いただきましょうね。もう入っていただいているので、おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。そして新年明けましておめでとうございます。はい、明けおめでございます。はい、そしてそしてさらに、そしてなんとなんとなんと人口日本一多い村、読谷村誕生おめでとうございます。おめでとうございます。さあとうとう人口が日本一の村になったここ読谷村、ねえ、あの1月1日、え、12月31日ですね、はい、大晦日から元旦にかけては、うん、あの世界遺産の崎見城市でカウントダウンもありましたけど、うんうん、ね、盛り上がってよかったですよね。本当ですよね。ね、はい、かぶりましたね今ね。何ですか。いやいや大丈夫です、どうぞどうぞ。なんだこの譲り合いみたいなね、ラジオ誰かが喋らんとみたいな、はい、さあね、まあ、一応ね大晦日行われたわけなんですけれども、あのね、ザキミ城跡で行われたカウントダウンイベント、まあ、新年のカウントダウンと、はいはいはい、人口日本一の村に向けてのカウントダウンと、そうですね、2つの意味があって、はい、ヒロさん、はい、あの日は何をされてましたか。もうしっかり会場で、はい、あの会場でちょっとあのスタッフジャンパー着て、はいはいはい、働いてましたでしたね、はい、ちゃんと、まあ、花火その、ね、カウントダウン新年迎えた瞬間は花火見ながらみんなで盛り上がってましたけど、うんうん、はい、すごかったですよね、改めてね、本当にね、3000ちょい、4000行ったのかな、それぐらいのお客様が足を運ばれたということで、そうですよね、しかもなんか終盤になるにつれてこう人がどん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 来て、うんうん、何ですか、締め、鳥ですね、鳥のおじゃまんてすさんの時にはもう会場いっぱいいっぱいぐらいでしたよね、うん、はいはい、そう、もう本当にステージの前までね人も詰めかけてこうもうみんな思い思いに踊ったりしていましたけれども ね、すごく盛り上がってたんで、た本当大成功だったんじゃないかなと本当に、ね、思いますが、まあ、その様子はね FM 読谷の、まあ、ホームページからもねご覧になれるんですけれども、その時の様子を録画してありますので、そちらも合わせて見て聞いていただければと思いますけれども、まあね、もう日本一の人口の村ということで、はい、なんだかこういろんなことでね日本一を目指したくまたなりますけれどもね、そうですよね、はい、どうせならこれをスタートにね、うん、そうそうそう、他にもいろいろ目指して頑張っていきたいですよね、うん、そうですよね、本当にいやいやめでたい、はい、ということでもうまさしくめでたい、その一言でございますね。そうなんですね、今このラジオ聞いてるあなたも、ね、知っていましたか、日本の中で北海道から沖縄、全国の中で一番人口が多い村読谷村、やっぱりこう、ね、村で生まれる新しい命と移住される方もね、そうですよね、うん、言ったらね広瀬さんも今は移住者です ね移住者ですからね、はい、はい、半年ほど前に住民票を読谷村に移して、うん、プラス1にちゃんと貢献してますんで、おさすが、はい。そしてね、読谷村のお菓子御殿の CM でも、はい、おなじみ の、 あの女の子3人組のラグーンブルーさんの、ね、はい、子たちの歌でもありますけれども、読谷の真ん中には、まあ、愛があるということで、はいはいはい、アルファベットでスペルを、ね、綴った時綴ると真ん中に愛があるんですよ ね、うん、すね、自分たちが着てたスタッフジャンパーも背中に読谷ってアルファベットで書いてあるんですけど、はい、その愛の一文字が大きく強調されてるようなスタッフジャンパーで、まあ、当日販売もしてたんですけど、うん、結構好評だったらしくて、そうそう、はい、あのジャンパーかっこいいなって思って、そう、購入していただいた方も結構いたので、はいはい、ありがたいなと思ってたんですけど、これって今も販売してるんですかね。あ、今はちょっとどうですかね、在庫もあったので、あ、なるほど、はい、また今後どっかで、はい、ひょっとすると提供するかもしれない、ね、人気が出れば提供していくかもしれないです ね、 読谷に来たからにはっていうことでお土産にまたなるかもしれないですけれども、ね、さあさあそんな感じでね、まあ、今年も
1年間始まりましたけれども、はい、今日は、ね、読谷村商工観光課のスタッフが入るのは今年第一発目ということで、そうですよ ね、なんだかんだ、年始の一発目に入らさせていただいているんですけど、そうそうそう、はい、今入らされた、なんか日本語おかしいですねなんか緊張のあれか知らないですけどね日本語がおかしくなってますね。いやいやいや、まあね、ちなみに、まあ、読谷村商工観光課として、はい、また広瀬さんとしてこの2014年どういったまた1年にしていければなって、はい、おっとなんか台本にない台本にないあれが来ましたね。うん、そうですね、仕事で行くと、うん、はい、今読谷村全体をですね、はい、一つのブランドとして村外とか県外、うん、あるいはまあ国外にですね、うん、売り出していこうっていう取り組みをしているので、はい、まあ、今年1年それに向けてすごく大事な1年になるのかなと思ってまして、はい、まあ、まあ仕事ではそこをちょっと頑張っていかないといけないなと思ってます。はい、であと、まあ、私生活ですか。はい、個人的には、はい、個人的には、はい、ですね、私年始早々にどうも胃腸炎になったらしくてですね、はい、正月休みの最後の2日間を寝ながら過ごすというちょっと残念なスタートを迎えてしまったので、はい、まあ、このあと1年そういうことがないようにちょっと健康に気をつけて、うんうん、ね、健康第一で、はい、まあ、もしかしたら多かったかもしれないですね、もうこの三が日そうですか、ね、飲んで食べてあれですよ、ちょっと休みが長い分、はい、そのね、やっぱりちょっとどうしてもお酒飲んだり、そうですね、美味しいもの食べたりする量も増えるから、はい、そうです ね、この過ぎた土日は休息日に当てたっていう方もね、まあまあ結果的にそういう捉え方を、はい、しようかなと思ってますが、はい、はい、まあね、そういう感じで2014年もね、こういった年にしたいっていうのを今広瀬さんから伺いましたけれども、はい、まあ、読谷村のね、またいきなり話はがらりと変わりまして、はい、変わりますね、イベントごとだとかちょっとお食事情報でね、はい、また広瀬さんからも伺えた話があるんですけど、先ほど読谷なんでも調査団で、ああそうなんですよ、ね、ご紹介した金ちそば紹介されてたんですけど、ひなという場所にあるお食事所、はい、僕12月31日大晦日の日に、うん、そのカウントダウンイベントが始まる前にですね、はい、お昼に年越しそばを金ちそばさんで食べてきまして、うん、限定100食お、そうだった、はい、紅豚の炭火、はいはい、炙ったもの、炭火で炙ったものが乗った年越しそば限定100食めっちゃ美味しそうですね、はい、しかもワンコイン500円。あ、へえ、じゃあもう混んでたんじゃないですか。そうですね、自分行った時も混んでいて、うんうん、で自分一人で行ったんですけど、はいはい、たまたまちょっと座敷が空いてたので、うん、一人でこう3人ぐらい座れる席をちょっと占有してたんですけど、でもそれ以外の席もいっぱい埋まってて、うん、はい、そうですよね、盛況でしたね、うん、本当に美味しかったので、はいはい、さっきね、うん、何でも調査団で紹介してたので、うん、おっと思って、そうそう、これはちょっとぜひね、ここでも紹介して行っていただきたいなと思いました、ね、金ちじそば、はい、夜の、ね、顔がまた店の名前が変わって、こう日の鳥屋ということで、そこはまだ広瀬さん行ったことないってことなので、夜の方がまだ行ったことないので、ね、ぜひまた近いうちに、ねね、行く機会があるというですね、はい、行ってみたいですね、はい、さあそしてまたお食事どころをご紹介した後、まあ、金ちじそばだとか、ね、日の鳥屋でお食事した後に夜の読谷村もお楽しみいただける場所があるということで、そうですね、はい、こちらのご紹介をカウントダウンイベントの会場にもなってたんですが、はい、読谷村にあります世界遺産のザキミ城址、うん、ただいまですね、城壁のライトアップを行ってまして、うん、夕方6時から夜の9時まで、はい、結構遅い時間までやってます。そうですね、で、入場料は無料で、期間もですね、3月13日まで結構長期間にわたってやってますので、はい、ぜひ、まあ、村内で夜ご飯食べていただいた後にですね、うん、こう立ち寄っていただくと普段は見れないこう幻想的な雰囲気、そうそう、味わえるのかなと思いますので、はい、ぜひぜひこちらも足を運んでいただきたいですよ ね、こちら、はい、まあ、色がまた緑と赤と青もあったかな、はいはいはい、そうですね、はい、青っていうかちょっと薄い色ですよね。そうですよね、うん、はい、ただなんか中と外の色もちょっとライトが違いますよね。ああ、そうなんですね、私ちょっとまだ遠目にしか見たことないんですよ。自分もライトアップ初日に行った時は正面からこう中にいろいろ入っていったんですけど、うんうん、はいはい、カウントダウンの日は外も
回ったんですよ。ああ、そっか。そしたら外のそのライトアップの色と中入った時とまた感じがちょっと違うので、はい、あの正面から中に入るのもそうなんですけど、せっかくなのでちょっと時間を使って周りもぐるっと回っていただきたいなと思いますね。ああ、なるほど。そうなんですね。こう、はい、ザキミジャーとまたね周り遊歩道みたいなのがね、まあ、ちょっと裏の公園につながってる道と、ね、はい、両方あるので、いろんな角度から、はい、この夜のライトアップ幻想的な光景、ね、はい、ご覧になれるとね、いろいろ楽しんでいただきたいと思います、はい、まあ、ただ暗いのであの足元だったりだとか安全面には、まあ、十分気をつけていただければと思いますけれども、はい、ね、あの懐中電灯を持って、はい、あ、そうですね、まあ、今はね携帯でもライトとかもついてますし、はい、うん、警備員さんも立ってらっしゃるので、うんうん、なるほど、はい、なるほど、ある程度安心して歩いていただけるかなとは思います、うん、はい、ね、ぜひぜひこちら入場無料となっておりますので、そして、駐車場もしっかり完備されております。そしてお手洗いなんかもね、ザキミ城跡のふもとにもしっかり完備されていますので、ドライブの途中で読谷村、夜の読谷村楽しめる場所としてぜひお立ち寄りいただければと思います、はい、ぜひぜひお越しください。はい、さあもうあっという間に残り時間あと1分と少々となりましたけれども、これはあのいつものパターンですよ ね、はい、ね、私と広瀬さんが喋るときはいつも最後わちゃわちゃして終わるみたいな。最後の一ネタ行くときから時間的に危なくてでこう無理やり突っ込んでいって、そうそうそう、最後ね、そう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 、ちょっとテンパるみたいな、そう、テンパるみたいな、ね、もうラジオ聞いておなじみの方はね分かるかもしれないですけれども、ね、このペアはなんかちょっと時間感覚まずいなみたいなまあね、でも今年はね、はい、まあ、私ももっともっとこう修行してまいりますので、そう、それをごめんなさい、目標の一つに追加します、はい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 、ラジオの時に、あ、広瀬さんも、はい、うん、ちゃんと時間を管理しながら、ね、いやいや、しっかり時間内に収めるということを、ね、はい、まあね、読谷村も本当にいろいろあるので伝えたいことがたくさんあるんですよね。伝えたいことがいろいろ多すぎて、はい、ねえ、ね、え、歴と困るんですけど、自然と文化と人といろいろ詰まった村なので、はいはい、また今年も元気にね、広さんも交えて、ね、はいはい、読谷情報をお届けしてまいりますので、はい、皆様よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますということで、本日も広さんが入っていただきました、はい、ありがとうございました。観光情報番組読谷ラジオ、すいませんね、 CM 明け、また元気な音楽がね引き続き流れておりましたけれども、失礼しました。さあ CM 明けて時刻は9時47分になっております。ねえ、皆様もうどんどんね、お天気も良くなってきておりまして、ねえ、青空っていうよりはこうなんかね、秋とか冬に見られるような、もうそんな独特なね空が今日もね浮かん
浮かんでというか見えますけれども、雲もね、まあ、その中で気持ちよさそうに浮かんでおりますね。皆様がいらっしゃるところ、ね、お天気いかがでしょうか。ぜひぜひあの皆様からのメッセージなどもね一緒にお待ちしておりますので、はい、ということで、さあここでですね、読谷村に訪れていた子にですねインタビューをしたね音源がございますので、こちらご紹介いたしましょう。何それ読みラジ観光所すいませんね、なんか今日私手元がテンパっておりますね、失礼しました。改めていきましょう、こちらでございます。さあ今日は修学旅行生にお話を聞いてみたいと思います。ではお名前からいただきましょう、お願いします。岐阜県から来ました瀬尾太陽です。瀬尾太陽君、はい、もう沖縄では聞き慣れない名字なのでよろしくお願いします。さあ今回は沖縄にはどういった目的で訪れたんですか。そう、修学旅行で岐阜県から来ました、うん、ねえ、もうなんか伊達メガネにキティちゃんのリボンもついてるわけなんですけれども、キティちゃん好きなの。いや、これキティちゃんじゃないです。あ、キティちゃんじゃない、ごめん、なんでこのリボン。いや、昨日買いました。沖縄で、はい、沖縄で買ったの。沖縄で買いました。さあ、太陽くんなんですけれども、岐阜のね今高校2年生ってことなんですけれども、なんとまた岐阜県民ではなくて別のとこから高校通ってるんだよね。ちょっと聞かせてもらっていいですか。はい、そう、愛知県から岐阜県に通ってるんですけど、まあ中学校の時はバリバリ野球でやってました。すごいね、沖縄には県をまたいで学校に通うっていうことが絶対にないので、すごい今私びっくりしたんですけれども、あのじゃあちなみに愛知県と岐阜県を知ってる太陽くん、また沖縄との違いとかってどういうところ感じたりしますか。その自分で感じたのは、その人が優しいところだと思います。そっか、やっぱりこう触れ合う人人みんななんかこう友達みたいな感じする。はい、そんな感じが、あのほがらかな感じほがらかな感じ。そっか、太陽くんもまた野球少年ということで、沖縄県にどの、そして沖縄県弓丹村にどの球団が来るか分かりますか。中日ドラゴンズです。ちなみに好きですか。結構好きです。結構好き。ぜひぜひあの将来は球団に入って弓丹村にキャンプに来ていただきたいんですけれども、次来るときは自分が監督になってます。監督、もう選手を通り越して監督ね。じゃあ最後に読谷さんにこれから訪れる方にメッセージいただけますか。その人が優しいんで、分からないことがあったらどんどん聞いた方がいいと思います。はい、ということで岐阜県からお越しの瀬尾太陽くんより、お話いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。君女子に朝が来て、戸口の浜に日が沈む。さあ観光情報番組読谷ラジオをお届けしております。もうエンディングでございます。時刻は9時51分になっております。今日もね9時からスタートしてね、今日私は新年初のサテライトスタジオからのね放送だったんですけれども、年明け1月1日2日と3日と、ね、まあ、正月特番ということで本スタジオからお届けしておりまして、まあ、お正月休みも昨日いただきまして、今日また、ね、サテライトスタジオからお届けしております。今年1年もね読谷ラジオどうぞよろしくお願いいたします。さあメッセージ嬉しいです、いただいておりますね。こちらご紹介いたしましょう。明けましておめでとうございます。読まれましたら初めての、お、読みラジネーム、運のいい、運のいいが緊張のママです。なんか可愛いね。
さあ昨年度読谷に移住して読みラジに出会い、今ではそばもそばっていう人も間違えたごめん祖母も一緒に毎日楽しく放送を聞いております。今年も時間を作り読谷ラジオにメールを送れるように頑張ります。あい嬉しい。さあメッセージ続き、観光情報番組読谷ラジオも本日担当あやみさんということで、まあ、スタッフの皆様時間まで頑張ってください、またメールしますということでメッセージいただきました。あとリスナープレゼントもねご応募いただきましたね、ありがとうございます。よくね FM 読谷にも遊びに来てくださるんですよ。はい、愛されてますね。今年もよろしくお願いします。そしてラジオネームなおさんからもいただいております。あやみさんおはようございます。お正月休みは十分満喫できましたか？最近は月曜日あやみさんがナビゲーションしているのであやみさんの元気が声が聞こえなくて、またまさやさんの声も聞けなくて寂しいなと昨日は、思いましたけれども、れいこさんはまた他の番組でも観光番組をしているだけあって落ち着いた読みラジだなと感じましたということで、はい、メッセージいただいております。続きはまたね明日明後日ご紹介いたしましょう。そして嬉しいですね、 FM 読谷の新パーソナリティ山田真さんからもメッセージいただいておりますね。毎朝ほとんど聞いてくださっているということで、こちらもまたね改めてご紹介しようと思います。はい、たくさんのメッセージ、そして聞いてくださっている皆様、今日もありがとうございました。そして観光にいらしているあなたも沖縄県そして読谷村の観光安全運転で楽しんでください。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りいたしました。読谷村でお待ちしております。